はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。久々にですね、BL71 という可愛いのねピアノが入りましたね。でこれは、垂直、譜面台が垂直になったもうグランドピアノそっくりのね、横から真横から見るとねそういう形のもので、でこの後ですね、もともとね K オンパーというモデルだったんですね。それが BL71 のがずっとあって、その後 US50、US55、US63H、US6LE ですか、 US6X、7X、いうふうにですね、よう覚えてるでしょ、元可愛いの社員ですから。こういうこのグランド型譜面台の歴史があって、実は今このモデル作ってないんですね。こういう、まあ、K8 というモデルがもう最後なんです。でだんだんとね、今のピアノ、最近のピアノっていうのは小型化してる傾向があります。小さく、まあアップライトだしって感じで。でもね、私昔の考え方好きでね、いかにグランドピアノに近づけようかという考え方の作りだったんですね、昔はね。ですから、重いですし、重いっても250-260kg程度ですね。まあ大人4、5人の重さですから、あの床が抜けたりはしませんよ。まあそういうその重厚なですね、もうそういう作りをしてた時代なんですね、昔はね。その時代の中古ピアノを探してると、いろんなネットで調べてね、そういう方がいらっしゃるんですね。はい、これがその、まあ、擦り傷とかあります。まだね、入ったばっかり、昨日かな、入ったばっかりですから、私がここ映ってますね。はい、こういう風にね、ここまだ擦り傷あります。これいっぱいね、綺麗にこれから磨いていきますし、まあ、ほこりかぶってますけどね、この辺はあのちゃんとしますからお任せください。後ろは柱が6本支柱ですね、頑丈ですね。はい、ヤマホは X になってるのもありますけどね、まあ、それはね、それはそれで頑丈ですけど、河合はまっすぐの、まあ、本数をね多めに作ってる作りですよね。はい、ペダルは3本ですね。ここは垂直なので手がチラチラと映ってね、こうやって、まあ、グランドと同じような感覚ですよね。はい、音聞いてみましょう。この太さよく狂ってますね。ね、これを手を入れたらもっともっと良くなります。今現在でもやっぱり潜在能力っていうのはすごいですね。ちょっとピッチが低いですけど、ちょっと聞いてくださいね。絶対音感のある方ごめんなさい、ピッチが低い、気持ち悪いですね。まあ、それなりに感じていただけると思います。まあ調律をしてから取り直しますけども、この河合の BL71 超人気モデルですね。これも早いもん順かもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。ご連絡お待ちしております。それではさよなら。